が PC ゲームを始めたのは16歳の時でした。家族がノート PC を購入したのがきっかけでした。そして MSI のノート PC を使うようになってから、どこでも行きたい場所などをすぐ検索することもできて、出先でも場所を問わずにゲームができる環境にとても満足しています。メンバーと飲みながら YouTube で大会の動画などをチェックすることもできます。今回 MSI の GS60-69E を使用して特に気に入りました。皆さんこんにちは。デトネーター爆破部門スナイパーを務めさせていただいてます、釈迦です。今年開催された台湾の国際大会では2位を勝ち取り、世界一を目指して日々頑張っております。そんな私がですね、今回 MSI GS60-69E を実際に使用してみたいと思います。梱包材が入っているので、こちらを取り出します。そしてですね、こちらノート PC を入れて持ち運ぶケースですね。こちらと、あとはよいしょ、これがノート PC が入っているケースですね。早速開けていきたいと思います。一番最初に本体が入ったスリーブが目につきます。これに入っているので、ノート PC 自体が傷つくことはありません。もう一つケースが入ってますね。軽いですね。非常に本体が軽くて薄いです。これなら結構どこに持って行っても気軽にバッグに入れて持ち運びができると思います。はい、それではじゃあ全体を見ていこうと思います。まずはこちらですね、 USB3.0 のポートが2つと、あと隣にあるオーディオジャックは金色で、とても高級感がありますね。反対側にはディスプレイポートと HDMI があり、ここからモニターを出力することができます。で、隣の一番この端っこにあるスーパーポートでは、携帯の充電から 4K モニターの出力まで転送速度を非常に速く、何にでも使うことができます。 GS60 はゲームプレイはもちろん、さまざまな機能が備わっている優れものです。それでは GS60 を早速起動していきたいと思います。こちらに電源ボタンがあるので、こちらを押すと起動が始まります。起動中は画面には MSI のロゴマークが出ますね。言ってる間にもう起動しちゃいました。さすが SSD を搭載しているだけのことあります。あ、マウスパッドの反応もすごくいいですね。操作しやすいです。キーボードもスティールシリーズ製だけあって押しやすいですね。非常に心地がいい押し心地です。はい、それでは実際に私がゲームプレイをしていきたいと思います。
やっぱりスティールシリーズのキーボードはさっきも言ったんですけど押しやすくていいですね。あと Windows キーが右に配置されているので間違えてキーを押してしまってデスクトップに戻ってしまう心配もありません。同時に10個までも同時押しが可能なのでこれは便利ですね。やはりレスポンスも非常に良くてゲームがとてもしやすいです。キラーラン搭載でラグが減るのも魅力的ですね。ゲームがやっぱりスムーズに動きます。非常にプレイしやすいです。マトリックスディスプレイでモニターを3つ使うことができます。これでゲームライフを満喫しよう。今回は開封から実際にゲームをプレイするところまでやってみましたが、スティールシリーズ製のキーボードは非常に押しやすくて、あとは冷却性能はすごく感じましたし、音も360度聞こえて敵の位置を正確に判断することができましたね。見た目もかっこいいし軽くて持ち運びも楽なんじゃないかなと感じました。私はこの MSI GS60-6QE をおすすめします。トッププレイヤー、トップチョイス。インテル入ってる。